トロンボーンとコントラバスのための二重奏曲は、エドワード・エルガーが作曲した、室内楽曲。この作品はエルガーがおよそ4年前に婚約していた、ヘレン・ウィーバーの兄弟である、フランク・ウィーバーの結婚を記念する贈り物として、作曲され、1887年8月1日に、ファニー・ジョーンズと結婚した、彼へと贈られた。ウィーバーはエルガーよりも一切年長で、 ブーツを製造しアマチュアのコントラバス奏者だった。一方、エルガーはトロンボーンを演奏することができた。フランクとヘレンの父である、ウィリアム・ウィーバーは、ウスターのハイストリートで靴の販売業を営んでおり、彼の店は、エルガーの父が経営する音楽店の向かいに位置していた。思考が、フランク・ウィーバーの息子の一人に受け継がれており、1970年になって、ロドニース・ラットフォードから、 ヨークエディションとして出版された。アレグレとロチョウチョウ49小説からなる二重奏曲である。風話の形をとっており、コントラバスによって提示される主題をトロンボーンが4度上で模倣する。出典、ありがとうございます。